野球ドイツ代表は、ドイツにおける野球のナショナルチームである。欧州野球連盟に所属している。欧州野球選手権は、西ドイツ時代に準優勝1回、3位入賞が6回、ある。2007年の欧州野球選手権では、スペインと勝率で並んだが、得失点差で、スペインが3位で、世界最終予選に進出。 ドイツ代表は惜しくも4位となり久しぶりの入賞と世界最終予選進出はならなかった。しかし2008年1月英国が同年3月に行われる世界最終予選出場を辞退したため英国の代わりに出場。北京五輪出場はならなかったものの欧州勢最高の6位の成績だった。中南米地域からの移民が多い背景によりしばしば 野球ブンデスリーガでプレーしているキューバなどの野球先進国から帰化した選手が見られる。また、マイナーリーグの選手や元マイナーリーグの選手もそれなりに存在するが、ほとんどが A 級やルーキーリーグ止まりである。チームの傾向としては、ハンドボールやサッカーのような堅実な試合運びはせず、パンチ力のあるパワーヒッターを並べた。 超大重視の野球を展開する傾向がある。投手に関してもオーソドックスなパワータイプのピッチャーが多い。2009ワールドベースボールクラシックの閉幕後、大リーグ機構のポール・アーチー、国際部門担当副会長が会見を行い、2013年大会を従来の16カ国から24カ国に拡張して実施する意向を明らかにした。この際、 拡張候補の一つとして、チェコ、ニカラグア、コロンビアとともに名前が挙げられた。2013ワールドベースボールクラシックの予選に出場するも、本戦進出決定戦でカナダに敗れ、本戦進出を逃した。ありがとうございます。